軍事ジャーナリストの梶仁です。ただいま習近平中国の国家主席の来春に国賓として来日する、それに対しての反対署名運動を我々はしているところであります。日本人ばかりではございません。ご通行中の外国人の方でも署名はできます。もちろん中国人も署名していただいて差し支えありませんが、しかしこれはお勧めはしません。なぜならそれは中国の情報員が監視をしていますから。中国人でありながらこの署名に書いたということが分かるとたちまち本国に報告されて、その一族老党はみんな処刑されてしまうという危機があることを私はよく知っています。ですから中国人の方にはこの署名をしろとは決して勧めません。自分の身は大事です。安全を確保することが重要です。日本にいて日本の自由と民主主義の恩恵を受けていて日本が一番いい国だということをよく知っている中国人の皆さんも、しかしだからといって習近平の来日に反対するということを声を上げるわけにはいかないのです。つまり徐々にこの日本においてすら言論の自由は脅かされつつあるわけです。それは中国人がすでに日本でも言論の自由を確保できないのと同じです。そして香港において香港も長い間自由民主主義の象徴、まさに東アジアにおける自由と民主主義の象徴であった香港においてすらその自由が今奪われようとしている。我々も香港よく行きました。ショッピングにも行きました。確かに中国の一国二制度の下で中国に返還をされたわけですけれども、しかしそこはショッピングも自由だし言論も自由だし、むやみに逮捕されることもない安全なところでしたから、我々も自由にショッピングが行ったり楽しんだり余暇を楽しんだりすることができた。それが香港ですが、今その香港の姿はなくなりつつあるわけです。我々が観光旅行に行く場所がまた一つ失われようとしているわけです。今年の6月ちょうど大阪でサミットがありました。 G20 サミットですけれども、その前の週、前々週ですね、6月の上旬なんですが、香港から女性の若き女性アグネス・チョウという女性が参りました。で彼女は日本の記者クラブで講演をし、それで香港の自由のために日本人ももっと関心を持ってもらいたい、みんな20代の前半の女性ですよ、本当に。そうですが日本人はもっと関心を持ってほしいと、ちゃんと日本語で、見事な日本語で話をしました。今アグネス・チョウはツイッターでも日本語で発信をしています。彼女は日本が大好きなんですね。ですから日本語が完全にできるんです。ですから日本人の方にもっと関心を持ってもらいたいという、まさに悲痛な叫びを上げたわけです。そのアグネス・チョウをもう一回さらに日本に来ようとしたところが、香港の空港で逮捕されました。出国は許さないということだったんですね。日本に来ることは許されなくなったんです。彼女がなぜですか。何の理由もないんですよ。別に香港の自由を守りたいという、その当たり前のことを日本に言いたいという、日本で言いたいということを、そのためだけに出国が禁止されてしまったわけです。逮捕されまして翌日釈放されましたけれども、出国禁止令はそのままになっていますから、自由に国を出ることができません。一昨日アグネス・チョウさんは日本の大学から5つの大学、東京大学をはじめ5つの大学から彼女は招きを受けていて、来年1月に日本で講演をする予定があるんです。日本の大学から招聘されているんです。香港の実情について話してもらいたいと日本の大学が要望をして、彼女は来る予定でした。そこで彼女は香港で、出国申請をしたんです、裁判所に。ところが香港の裁判所は全く理由も何も示すことなく、この申請を拒否しました。彼女は日本に来ることができません。日本で香港の実情を訴えることができない、まさにそれが香港政府の
目的ですね。日本に行って香港の実情を話してもらったら困る。日本がそれでもって香港の問題に関心を持ってしまったら困る。これが今の香港政府。そして香港政府の上には誰があるかというと中国共産党があるわけです。これの意図はまさにそのために、まさに裏若き、まさに自由の女神とも言ってもいいような女性が香港を出ることができなくなっています。これが今の香港で起きていることです。私たちも香港には、ね、長い間自由に行けて本当に自由な土地であり、ある意味で中国というのもこの一国二制度というもとの中でやはり自由民主主義を許容する国なのだったかなと思っていたのですが、それが今や思い違いであることがはっきりしつつあるわけです。ご通行中の中国人もよくご存知のことだろうと思います。香港で中国人も香港で自由を享受してきたんですね、まさに。ところがその香港で自由が奪われつつある。それが今の香港の実情であるわけです。さらにウイグルで起きていることはもっとひどいことが起きています。ウイグルの実情なかなか分かりませんでした。ウイグルに収容所があるといったところが、中国政府はこれはいわゆる就職のための教育センターなんだと、このようなことを言い張っていたわけですが、そのなんと中国の共産党の内部文書が流出をしました。そこにははっきりとウイグル人の人権を弾圧せよという明確な政治文書が、それも今の現在の国家主席習近平から出ている、まさにその文書がはっきりと示されていたわけです。世界中は本当に驚きました。どうしてこんな内部文書が出てきたんだろう。それは中国の共産党の中から漏れてきている。それは今の習近平国家主席に反対する中国の勢力がそこに関与しているからです。中国共産党の中ももはや割れているわけです。習近平のやり方が正しいと実は中国人も多くは考えてはいない。それが今の中国の実情であることは、ご通行中の中国人の方々もよくご存知だろうと思います。うなずかないでください。うなずくと中国で逮捕されちゃいますからね。だからうなずかないでください。しかしこのことはよく知っているわけです。そして今中国全体がどういう実情にあるか。中国はまさにこのアジア太平洋地域の覇権を取ろうということで、航空母艦を何隻も作ろうという計画を立てています。立てていましたと言った方がいいのかな。もはや過去形かもしれませんね。で、1隻目、これは旧ソ連から持ってきた空母です。旧ソ連が途中でソ連が崩壊しちゃいましたから、作りかけの空母がウクライナにありました。その空母をどうやら中国まで持ってきて、それでなんとか作ったのが遼寧という空母でした。で、2番目も作りました。もうどうやら就航しました。3頭という船ですが、これはこのウクライナにあった遼寧という船と同じタイプのものなんです。2番艦ですけど全く同じですね。ですからこれ旧ソ連時代に作られているのと同じタイプですから、はっきり言って旧式のものです。こんなものでアメリカの第7艦隊からですね、アジア太平洋の覇権を奪えると思ったら、これは大間違いですね。そんなね、冷戦終了の間際のポンコツなんかでアメリカが負けるわけがありません。ですから国産の基盤艦を作ろうということを考えていて、今中国は基盤艦、3番艦、4番艦とあと3隻空母を作るんだと言っていたわけですが、なんとその計画が凍結になりました。4隻はもう作らない。なんで？お金がない。金がないんですよ中国。空母っていうのはですね、大変な金食い虫なんです。もうこれを作るなんてのはもともと容易じゃない。私はもともと軍事をやってますからよく分かっていたけど、もう中国が空母を作った、これは完全に国家の経済破綻するなとずっと思っていましたが、まさにその通りになりました。だから4隻目はもう作れません。2隻目、3隻目は
作ると言っていましたが、当初の予定は電磁カタパルト、最新式なんですね。電磁カタパルトっていうのは、空母っていうのは飛行機を飛び上がらせなきゃいけませんから、そのためには短い滑走路ですから、ここから一気に射出するんですね。もう大砲の弾を打ち出すように飛行機を打ち出していく仕組みになっているわけです。これをミヤコモーターカーと同じような電磁カタパルトというシステムで打ち出す。これが今のアメリカの最新式の空母ですから、これを真似て電磁カタパルトで作ろうという計画がありました。私も聞いた瞬間に、あ、これは無理だなと思ってたら、やっぱり無理でした。2番艦3番艦は電磁カタパルトは断念しました。で、旧来型のスチームカタパルトで作ると言っているそうです。ですが、スチームカタパルト旧来型とは言われていますが、中国にその技術はありません。従来型といってもですね、この技術は欧米が独占しているんですね。日本でも作れないんですよ。日本でもスチームカタパルトの空母を作れません。その技術がないんです。日本にも作れないものを中国が果たして作れますか。それはできるわけないんです。つまり2番艦3番艦ももうできないんですね。中国は結局のところは、今ある遼寧という旧ソ連型の空母、そしてそれを真似た同じ形の3頭のこの空母でおしまいということで、簡単に言うと中国はアジア太平洋の覇権を取ることはもうできません。ですから1対1路ももう破綻です。1対1の南シナ海に巨大な人工島を作って、そこに滑走路を作りました。どうなりましたか。だん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 ね、珊瑚礁の上に巨大な滑走路を作ってコンクリート固めたから、だん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 沈んできてるんですよ、ね、水をだんだんかぶり始めてきて、やがて沈没してしまいます。プチン空母がまさに沈没するわけです。それが今の一帯一路の実態です。習近平がなぜこの時期に日本に来るのか、もう簡単なんです。理由はたった一つしかないんですよ。それは日本の資金なんですよ。日本のお金なんですよ。一帯一路が破産して中国国家破産の危機ですからね。日本からなんとかお金を引き出したいというんで、日本にわざわざ来るんです。ですから、簡単に言うと、彼は日本のお金が欲しくてしょうがない。だったらですね、日本はいくらだって中国に対して注文をつけることができるんですよ。こんなの冗談じゃないと。そんなただで金で巡ってね、やって、そんな一対一の、ね、軍拡なんてやめろと、ね、そしたら習近平さん、そんなね、例えば今尖閣にどんどん侵入してきてるけど、あんなのやめてくれと、冗談じゃないよと。そんなだったら、そういうことしないんだったら、するんだったらもう一緒の金出さないぞ。あるいは香港の民主化だってちゃんとやってくれ、ウイグルで人権弾圧もやめてくれと、いくらでも日本が注文をつけられるんです。何しろ金を出すのは日本なんですから。ですから今度23日安倍総理は中国に行きます。北京で習近平と会談をします。何も恐れることはありません。今はっきり言ったらいいんです。もう尖閣に来るのはもうやめろ、尖閣からは撤退しろ、で香港ウイグルの人権をちゃんと守れ、そして在留邦人、今中国で在留邦人が人質になっているんですよ。実際何のね、容疑もない、スパイ容疑だって言ってくる。日本にスパイいないでしょ。日本情報機関ないんだから、日本にスパイなんかいないですよ。日本のために働いてくれるスパイというのはありませんね。外国のスパイはいっぱい日本に来てるんでしょうけれどもね。だから日本のスパイなんか中国に送り込んでるはずがないのに、なんかスパイ容疑みたいなことで逮捕されて、それで懲役刑を食らってる、こんな状況があるんです。こんなのも一刻も一瞬、まあ、やめなさいと。香港運命の人権だけじゃないですよ。日本人の人権を今中国で脅かされつつあるんですから、この人権をちゃんと守れと、いくらでも言うことができるんです。それを言わせて、安倍総理に言わせるのは皆さんの力なんです。皆さんがその声を上げれば、安倍総理は言うことができるよ。日本の世論は厳しいんだと、中国に対して厳しいことを考えているんだと。そんなことじゃ国賓として迎えるわけにはいけませんよと、安倍総理に言わせるためにも、ぜひともご署名にご協力をお願いします。ありがとうございました。